ヤマハ発動機株式会社は、静岡県岩田市に本社を置く、オートバイを中心とした、輸送用機器を製造するメーカー。二輪の売上規模は、世界、第2位であり、仙台機や、ウォータービークルの販売台数は、世界主位。ヤマハ発動機サッカー部は、サッカー J リーグの十尾ビロ岩田の母体である。日経平均株価の構成銘柄の一つ。 第二次世界大戦中に飛行機用のプロペラと関連機器を製造していた日本楽器製造では技術と製造設備の平和利用を目的とし社内でのオートバイ生産を開始1955年7月1日に日本楽器製造から分離される形でオートバイ製造販売業としてスタートしたこの関係でヤマハと同様のヤマハロゴや 円の中に音差が3つ組み合わさったマークを使っているが、どちらも細部に違いがある。ヤマハ発動機における2017年12月の売上高構成費は連結ベースで、北米が21.4%、欧州が12.8%、アジアが43.9%、日本が10.2%、その他が11.7%である。 2005年度の決算では、ヤマハとの比較で、ヤマハ発動機の売上高が倍以上の数字となっている。こうした、時価総額の関係及びヤマハが、持ち分法適用会社としていることから、間接的買収の対象となりやすい状況にあった。このため2007年5月に、ヤマハが、ヤマハ発動機の株式を売却することにより、ヤマハの持ち分法適用対象から外れた。 一方、ヤマハ発動機が、ヤマハの株式を5%取得することになり、2017年5月現在5.5%を保有している。一般によく知られている、オートバイスクーターなどの自動二輪車部門だけでなく、ボート、船外機、漁船、ヨット、マリンジェットなどのマリン製品、スノーモビル、バギー、サイドバイ、サイドビークルなどのレジャービークル、電動自転車、 電動スクーターなどの EV、産業ロボット、表面実装機などの産業機器、ヒロボートの共同開発による農業用無線操縦ヘリコプター、MAX、さらには除雪機、発電機、プール設備など様々な製品を展開している。自動車関連では、従来よりエンジンの生産受けをしてきたトヨタ自動車の他にも、反労、 フォードグループへ拡大。ハイパフォーマンス V 型エンジン、小開発し、トーラス等に採用している。また、パフォーマンスダンパーと呼ばれる、車体性能向上装置や、相互連携ショックアブ相場システムなどを開発している。実社ブランドによる自動車事業への参入も何度か、検討され、1992年発表のオックス9 9から11では、 実際に発売寸前まで事業が進められたこともある。2013年11月には試作者、モチーフの公開とともに、自動車事業への参入の意向が改めて示されたが、2018年、普通乗用車事業参入の凍結が発表された。社員による人力飛行機チーム、チームエアロセプシーが存在し、過去に鳥人間コンテスト選手権大会で、彦根市から、 琵琶湖西岸まで到達する記録を残した。現在は鳥人間コンテストへの参加こそ行っていないが、チーム自体は存続しており、2013年には人力飛行機による飛行距離の世界記録へ挑戦する予定がある。また、2008年の中華人民共和国、四川大地震における支援活動の功績により、2010年に根獣法賞を授与されている。 クラリベートアナリティクスはトップ100グローバルイノベーター2016で同社を選出した。6回目となる今回は日本企業が躍進。分離独立元のヤマハのほかソニー、富士通、オリンパス、トヨタ自動車など34社が選出されている。2014年日本取引所グループと日本経済新聞が財務や経営が優秀な上場企業の上位400社。 として選定しインデックス化する JPX 日経インデックス400の構成銘柄に採用される。以降、2017年まで4年連続して構成銘柄として採用されている。2016年8月1日よりシャープに代わり日経平均株価の銘柄に採用される。2016年10月5日に二輪車採用手の ホンダと国内の排気量 50cc のスクーターの生産、開発で提携の検討を始めたと発表した。2018年をめどに子会社の台湾、山脇社工業で製造しているジョグとビーノをホンダの熊本製作所で OEM 生産に切り替えて製造していくこととしている。2016年12月7日に汎用エンジンにおいて 富士重工業の一部技術資産と、米国販売市会社を譲り受けすることを発表した。2017年9月末で、スバルの事業が収束するため、譲渡完了は2017年10月1日付となる。2017年4月、産業用ドローンのベンチャー企業との提携、及び、農機中堅の山彦と、農薬散布ドローンの開発、販売で提携すると発表した。 2017年11月7日にヤマハ発動機とヤマハは産業用ロボットの遠隔管理システムパッケージを共同開発し2018年度内の発売を目指すと発表した。これによりヤマハ発動機は FA 領域における IoT ビジネスへ本格的に参入するという。2021年3月、ホンダ、ヤマハ、KTM、ピアッジオの4社は 電動二輪車のアンイース企画に沿った互換性のある交換式バッテリーの共同開発事業を立ち上げると発表した。ヤマハ発動機は日本楽器製造の二輪部門が独立して誕生した企業であり、ロゴタイプに共通点が存在する。ヤマハとヤマハ発動機のロゴタイプの際について解説する。わかりやすいのは M の字で真ん中の谷の部分が ベースラインまで完全に下がっているのがヤマハ発動機、下げきらず浮いているのがヤマハである。微妙な違いとしては、各文字のアルファベットの形が完全に左右対称なのがヤマハ発動機、ごく微妙に左右非対称なのがヤマハである。音差マークは持ち手が円に被り、マーク全体に立体感がつけられたのがヤマハ発動機、音差の持ち手が 周りの円より内側に入っているのがヤマハである。これにより、どちらが参入している分野か知らなくても、どちらの製品かを見分けることが可能である。主要製品のうち、汎用エンジン、発電機、レーシングカート、常用ゴルフカートについては、関連企業のヤマハモーターパワープロダクツに生産、販売が移管されている。1955年に、 日本国内レースであるフジットザンレースや浅間火山レースに出場し、ホンダなどの先行有力メーカーを抑えて優勝を収めた。ロードレース世界選手権には1961年から参戦を開始し、1964年に 250cc クラスでチャンピオンを獲得。以降鈴木と並ぶにストロークエンジンのオスとして中小排気量クラスを席巻した。 1969から1972年にワークス参戦を一時休止した後、1973年から最高峰クラスへ参戦。1975年にジャコモ・アゴスチーニーがライダースタイトル、翌1976年にはコンストラクターズタイトルをいずれも日本メーカーとして初めて獲得する快挙を達成した。 またさらに翌年の1977年には日本人ライダー発のチャンピオンも輩出している。以降はホンダ、鈴木、ドゥカティと激しくタイトル争いを展開し、現在までワークス参戦を続けている。最高クラスではこれまでにケニー・ロバーツ、エディ・ローソン、ウェイン・レーニー、バレンティーノ・ロッシー、ホルヘロ・レンソがヤマハでチャンピオンとなっている。また、 日本人では、原田哲也が 250cc チャンピオンとなった。市販車ベースのレースでも好戦績を残しており、北米では1970年代に盛んであった、フォーミュラ750が TZ750 のワンメイク状態になって、シリーズ自体を終焉させてしまったこともある。その光景となるアマースーパーバイク、モートアメリカでも、 2010年から2020年の11年間に重度のチャンピオンを獲得している。オフロードにおいても、ダカールラリーで1990年代に、ステファン・ペテランセルを養子幾度もの優勝を遂げた。しかし彼の四輪転向後は、KTM の18連覇もあり、ワークス参戦こそ現在まで続いているものの、優勝からは長らく遠ざかっている。 四輪モータースポーツにもエンジンコンストラクターとして参戦経験がある。1985年には全日本 F2 選手権に V6 エンジンのオックス6 6で参戦した。吸気バルブ3本、排気バルブ2本を備えた5バルブシステムを採用する。1987年に全日本 F3000 選手権にはコスワース DFV をチューニングして5バルブ化した。 V8 エンジンの OX77 を投入した。鈴木アグリラがドライブするマシンに搭載されて活躍したが、1988年から全日本 F3000 で5バルブが禁止されることもあり、その翌年の1989年から F1 にもエンジン供給の形で参戦した。レーシングカートについても、1974年に、 ヤマハ SL カートクラブを設立して、マシン及びエンジンの供給、レース開催の両面で、積極的に活動を行っている。また、資本関係のあるトヨタと提携し、トヨタヤマハレーシングチームとして、ドライバー育成を行っている。同プログラムはこれまでに、片岡達也、中島和孝、山内秀樹らを輩出している。なおカート関連業務については、現在は、 関連会社のヤマハモーターパワープロダクツが担当している。2021年にはミニのワークスチームとして幾度となく総合優勝を果たしている X レードとのジョイントにより、イズックス 1000R を改造してダカールラリーの軽車両部門にも進出を果たしている。この他直接の参戦ではないが耐久レースで活躍した 2000GT やトヨタ7は、 シャーシエンジンともにトヨタとの共同開発である。また世界中の F3 レースを席巻した 2TG 型、WRC、インサパイクスピークヒルクライムなどで、多数のカテゴリーでタイトルを獲得した 3SG 型、RCFGT3 にも採用されたカールラリーで、総合優勝を果たした 2UR、GSE 型などは、いずれも市販車の段階で、 ヤマハ発動機が深く携わったエンジンである。1989年に V8 エンジンの OX88 をザクスピードへ供給し、アグリと共に F1 に参入した。当初コスワース DFR のシリンダーブロックを使用した5バルブエンジンを開発、供給する予定であったが、コスワースとの折り合いがつかず急遽エンジンを自社製造することになった。 そのためかエンジンの信頼性にかけ、予備予選通過も、ままならぬありさまで、一時撤退を余儀なくされる。1990年は1年を丸々、エンジン開発にあて、翌1991年に、ブラバムエゴバルブ V12 エンジンの OX99 を、供給し、復活を果たす。そのかいあって後半戦に2度の入賞を記録。1992年は上段へ。 オックス99を供給するが、クーリングに問題が出るなどシャーシとのマッチングがうまく、いかずに、最終戦でようやく1ポイントを獲得するのみと、前年と同様に成績は振るわなかった。シーズン途中からは、レーシングコンストラクターのジャッドと提携を開始した。また同エンジンを搭載した、市販予定スポーツカー、オックス99から11を発表するものの、 市販の実現には至らなかった。1993年には、開発済みだった、新しい V12 を諦め、JAD の V10 エンジンをチューニングした V10 エンジンの、OX10 を開発。片山右京所属のティレルに供給した。エンジン回転数の増加に伴い、ニューマチックバルブを採用した。シーズン当初はそれほどの成績が出せなかったが、1993年の、 最終スペックの G スペックでは他のワークスエンジンにも見劣りしないほどになっていた。1994年オックス1 0を継続開発し、オックス1 0バイトとして投入。右京が予選5位を2回記録した上に、ドイツ GP ではマシントラブルで停止するまで2位を走行し、チームメイトのマーク・ブランデルもスペイン GP で3位表彰台を獲得、その他にも、 たびたび上位を走行するなど、トップチームに肉迫する性能を発揮したが、シーズン後半にはエンジンのパフォーマンスアップを重視したため、エンジンの信頼性をやや落とす結果になった。最終スペックは、K スペック。1995年には、エンジンレギュレーションが3.5リットルから3.0リットルへ変更されたことに合わせ、ボアストロークともに見直した。 オックス 10C をジャッドと共同開発。シーズン序盤こそたびたび回想を見せるが、他のエンジンに比べて絶対的なパワーが不足していたことと、シャーシ側のパフォーマンス不足も合わせ満足いく戦績は残せなかった。1996年には、当時の F1 エンジンとしては、革新的なサイズと重量のオックス 11A をジャッド車と共同開発するも、 エンジンにねじれや揺れが発生し、エンジンのタワー不足と信頼性不足に悩み、思ったような成績が残せなかった。合成不足が原因と判明したのはヤマハが F1 活動を終了した後だった。1997年にはアローズに、オックス1 1 a を供給。ハンガリー GP では、デーモンヒルの手によって、ラスト1周までトップを改装したが、任意に終わり惜しくも、 初優勝はならなかった。シーズン終了後の同年12月、アローズ側は1998年に自身が買収したハートエンジンにヤマハのバッジをつけて出場することをヤマハ側に提案するが、ヤマハ側としては受け入れられずに決別。他の供給先を探すもすでに時間はなく、結局この年限りでヤマハとしての F1 活動は終了した。 1975年、宮城県村田町にテストコースを建設した。これが現在のスポーツランドスゴとなっている。スーパーバイク世界選手権やモトクロス世界選手権の開催実績があり、また全日本各式の選手権レースが開催されている。1990年の f 1休止中にはエンジンテストの舞台となった。2005年12月に、 軍事転用可能な無人ヘリコプター、MAX タイプ e 2G の改良型、L181 を、中華人民共和国の航空写真撮影会社である、北京必ずい、駅はじめき鍵有限行使に、不正輸出しようとしたとして、外為法違反容疑で、ヤマハ発動機は2006年1月に、刑事告発を受けた。2007年2月、静岡県警察、 福岡県警察合同捜査本部は、同容疑及び外国貿易法違反の容疑で、同社スカイ事業部の社員3名を逮捕した。また、ブブ社は、ヤマハ発動機側に、人民解放軍が2、3年後までに、同系の無人ヘリ約100機の購入を希望していると、伝えていたことが明らかとなっている。この購入の希望は、2004年6月に、 北京であった両者の商談中に打診されたもので出席したヤマハ発動機社員がメモとして残していた。ブブ側は輸入した無人ヘリを軍関係の他の会社を経由して人民解放軍に流す仕組みをヤマハ発動機側に明かしていた。なお、警察の捜査の結果、ブブ側とのメールのやり取りが削除されていることが明らかとなっている。違法性を認識していた。 ヤマハ発動機側が証拠隠滅を図った可能性もあるとみて容疑者を追及していたが2007年3月17日付読売新聞によれば輸出が業務の一環だったことも考慮され元執行役員ら3人については起訴猶予となったまた違法行為が業務上のものでありかつ逮捕された社員に対する監督責任も認めていた ため、法人としての同社は、略式起訴され、罰金100万円を納付した。また、警察の捜査が行われる、以前の2006年12月22日に、名古屋税関から、無許可の疑いがある輸出申告があったとの通報を受けた、経済産業省も、この件について調査していたが、同日中に、同事業部が提出した、関係書類は納品書1枚だけで、 要求した書類が揃うのに数日かかるなど、対応に不審な点が多かった。ヤマハ製エンジンの供給は不要であるが、スポンサーとして、チーム運営資金の出資を要求した。テストは、F3000 のシ,ャシーを F1 レギュレーションに合わせて修正し、全日本 F3000 選手権に参戦する、片山右京を起用して1年間継続された。ありがとうございます。